俺には言えません。どうして？まさかテイトは？ううん、大丈夫。ほら、こうして私たちも大きくなってるでしょ。これは全部お母さんの命がテイトを守ってくれたからなんだよ。そう、帝剣の力で。よかったわ、私。はい。よくないよ、さくら。帝剣を作っちゃダメだよ、私と。ごめんね。でもお母さん、私はね、なんてちょっと綺麗すぎるかな。私の、いつかあなたに子供を、あなたを守るためだったら絶対に子供の未来を。お母さん、私は今ここで。あなたは、あなた、でもしっかりしなさい。あなたの世界にはあなたの帰りを待つ人がいるはずよ。その気持ちを裏切ってはダメ。あなたはその人たちのために絶対に生きて帰りなさい。うん、分かったよ。やれやれ、本当に泣き虫なんだから。清十郎くん、これからもさくらを頼むわね。日向さんのことは絶対に忘れません。大切なもののために戦い続けます。うん、私も未来を諦めたりしない。お母さんのように挑み続けるよ。頼もしいわね。テイトの未来は任せたわ。最後の時に大きくなったあなたに会えた。この奇跡だけで私はもう十分よ。お母さん、綺麗になったわね、さくら。お母さん、お母さん、さくら、私の愛しい娘。さあ行きなさい。そして人生を悔いなく精一杯生きるのよ。うん、私、天国のお母さんに笑顔になってもらえるよ。しっかり生きるから。だからずっと見守っててね。さよなら、お母さん。
ドに戻って絶対に未来を守るんだから！あなたたちがなすべきことのためにあなたの舞台へ。私の憧れです。神宮寺さん、ありがとう。ついに元と復活の時、コーマ王様、ようやくお会いできますぜ。これは。この光は。光は神宮寺か。己、また貴様か。みんな、無事か。はい。貴様らどうあっても我の邪魔をするというのか。俺たちは絶対に未来を諦めない。貴様の野望はここまでだ。何がおかしい。すでに我が野望は成就しておる。ゲントはその姿を見せている。コーマ王様、我に世界を滅ぼす力を。これは止められるか。この我、貴様たちの未来がもはや存在しないのだ。行くぞ、みんな。これが最後の戦いだ。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。